2024年10月19日土曜日神奈川横浜分隊で開催されたジャパンマーシャルアーツエキスポプロローグ u ネクスト配信のメインイベントでボクシング特別ルール70キログラム契約3分 3R で講じチームワンとフルラウンド戦ってドローとなった判定なしブアカーをバンチャメイクタイが試合後インタビューに答えた写真 高知に右ストレートを強打した瞬間、右手をアイシングして現れたブアカオだが、特にダメージや腫れはないですが、少し痛いのでアイシングしています。特に他にもダメージはなく、拳が痛いだけですねと、怪我をしたわけではないと説明。戦った高知の印象を聞かれると、強い選手だと改めて思いました。打たれ強いし ハートが強い選手だと思いましたとコーの打たれ強さとハートの強さに脱帽といった表情互いの気持ちが出た試合だったとの感想を言われると自分も試合を楽しませてもらいましたボクシングルールで肘や蹴りを使えないので自然とそういった技が出ないように意識していたので気持ちがそっちへ向いていた部分はありますと初めてのパンチのみのルールで体に染みついた蹴りや肘打ちが出ないか気を使っていたと明かした ボクシングのスタイルではなく、ムエタイからパンチ以外の技を取り除いたようなスタイルだったとの感想を聞くとそうです。これからもボクシングルールで戦っていくときには、そういうスタイルを貫いていきたいと思っています。言われる通りムエタイのようなスタイルに見えたでしょうが、自分はあえてそういうふうにやっていました。ボクシングのように動きながらのパンチだと自分の力が発揮できないと思ったので、 自分のスタイルでボクシングをやっていきたいと思っていますと、あえてそうしていると答える。